ロンドン島は夏目漱石の短編小説。1905年帝国文学に発表。作者の留学中に見物したロンドン島の感想を元に描いた作品。世は行くあてもなくロンドンをさまよった後、ロンドン島を見物した。これが留学中ただ一度のロンドン島見物である。島内では大壮上、クランマー、ワイアット、 ローリーら囚人船で運ばれてきた個人たちを思い、また決闘では、おじによって、王位を追われ、殺された、エドワード四世の二人の商人の幻影を見る。そして白頭を出て、オーシャン島へ向かうと、奇妙な母子がいた。世はその女にジェーン・グレーを見る。世は現実か幻想かわからなくなり、ロンドン島を出る。創籍は1900年10月から1902年12月までの2年間。 文部省留学生としてロンドンに留学した。この折のロンドン島見物を題材にしたものである。作者自身が末尾にこの作品が創造であることを記している。漱石によれば、ロンドン島は英国の歴史を煎じ詰めたものであるとしている。この作品では、ロンドン島において、処刑、収容されたクランマー、ワイアット、ローリーや、 エドワード4世の息子エドワード5世とリチャード、そして9日間の女王 j ーン・グレイなど、これらの人物を幻想的に描いている。その点で同時期に発表された作品で、ユーモアと風刺に溢れた我が輩は猫であるとは、趣きが異なる。帝国文学の1905年1月号に発表された。その後、大倉書店、服部書店館、要居集に収められた。 現在は、要挙集収録の作品と合わせて刊行されることが多い。収録本、ありがとうございます。